イギリス王室門証券同国国賞2020年1月現在、すべての王位継承権保持者の最も近い、共通祖先、ハノーファー選定公費、ゾフィー・イギリス王位継承順位は、クレートブリテン及び北アイルランド連合王国及び、英連邦王国諸国の王位継承権者の順位一覧である。イギリスの王位継承順は千七百一年王位、継承法により、が定められ、 2013年大井継承法で一部が改正された。これらの法律によって定められている大井継承の条件は以下の通りである。2011年10月28日にオーストラリアのパースで行われた英連邦王国首相会議でカトリック信徒との結婚による大井継承権の喪失の条項の撤廃、また男女の別なく長子先次とする改正が合意された。 この改正に関しては、英連邦王国の、各議会の議決と国王の再開が必要であり、各国で作業が行われた。2011年時点で継承権の再開は、ドイツ在住の女性カリン・ボゲルであった。2012年12月3日に、ケンブリッジ公爵、ウィリアム王子の夫人、キャサリンの第一司会人が公表され、12月13日には、英連邦首脳会議の合意に沿って、 大井継承法案が議会会員に提出された。世論は速やかな法案成立を待望しているなどとして、政府がその審議の促進を求めた結果、法案はわずかな修正を経て、2013年1月28日に会員を4月22日には無修正で上院を通過し、4月25日に女王の祭下を得て2013年大井継承法が制定された。 2013年大井継承法は、2015年3月26日に発行した、カトリック神徒との結婚で継承権を喪失していた、もののうち、セントアンドルーズ伯爵ジョージ・ウィンザーなどが、この改正により復権している、ハノーファー選定公妃ゾフィー・ジョージ一世国王、ジョージ二世国王、ウェールズ公、フレデリック王太子ジョージ三世国王、ゲント・ストラサーン公王、エドワード王子、 ビクトリア女王エドワード7世国王ジョージ5世、国王ジョージ6世国王エリザベス2世女王、現在のイギリス国王以下、王位継承権者。1947年、旧南アフリカ連邦発行の記念切手ジョージ6世の王女2人左からマーガレット、エリザベスジョージ5世の王子女後列左から、アルバート、メアリー、エドワード前列左から、ジョン、ヘンリー、ジョージ、 ビクトリア女王陛下と王室後一家 W フランクレスリー S イラストレーテッドニュースペーパー V44 ナンバ、no. ー1137ヨーロッパの祖母と呼ばれたビクトリア女王によってイギリス王室と遠赤関係の王公貴族の人数が増加その結果外国の王族にイギリスの王位継承権者が存在する原因の一つである歴代国王の子孫は 各国の王室と婚姻関係を結んでいるため、非カトリック諸外国の王室、名家にも継承権者が存在する。これらの順位は、自身より上位の継承権保有者の誕生、死去、もしくはカトリックへの改修などによって頻繁に変動する。もっとも、現イギリス王室とはかなりの投縁のため、彼らがイギリス国王を継承する可能性は非常に低い。その他、ルーマニア、 セルビア、ロシア、クールラント、ハノーファー、ジョージア、ブルガリアなどの旧王家、名家にも継承権保持者がいる。なお、スペイン国王アルフォンソ13世にビクトリア・ユージェニー、皇女が降下することで、アルフォンソ13世の子孫の全員が、同時にビクトリア女王の子孫となった。さらにコンスタンティノス2世の姉であるソフィアが、ビクトリア・ユージェニーの孫にあたるフアンカルロス1世に、次撃、 スペイン王室にも継承者の血統が流れている。しかし、スペイン王室はカトリック信仰であり、前述の二人の継承者はいずれも結婚に伴って、自らカトリックに改宗しているため、子孫も含め継承権がない。特にビクトリア・ユージェニーの婚姻においては、ビクトリア女王の子孫のほとんどが、プロテスタント各王室との婚姻を行う時代で、異例のものであり、彼女がィクトリアの血を引くが、 ゆえの血友病患児出生の可能性も含め、出身両国で議論が紛失した。ありがとうございます。